今回は早すぎたなろう系、天才くんの華麗なる悩みの紹介だ。何やら突っ込みどころの多そうな気配を感じるわ。先になろう系をかなりざっくり解説すると、冴えない主人公が異世界にイケメン転生して、チート無双にイチャイチャするパターンが特徴だ。まあ複数ジャンルのうちの1パターンみたいなものだな。ってことは表紙を見るに、転生したら番長だったみたいな話かしら？異世界番長、それはそれで気になるが全然違うぞ。まあそのあたりも含めて解説していこう。よろしく頼むわ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。天才くんの華麗なる悩みは、1991年から92年にかけて週刊少年ジャンプにて連載された、枕翔先生によるギャグ漫画で、全16話、単行本は全2巻となっている。お気づきの人も多いと思うが、枕先生はあの地獄先生ヌーベイの原作担当だ。ヌーベイから原作ポジションを確立するため、作画も込みで連載した作品は本作が最初で最後になる。そうだったのね。ヌーベイの前に単独での連載をしてたのは知らなかったわ。まあ最初と言いつつ、本作以前は別ネームで主に青年向けの執筆をしていたから、ジャンプでの最初ということになるな。調べてみたところ、その時期に何作品も執筆しており、キャリアはあったと思うんだが、それを捨ててまでジャンプに来たのは、かなりの勇気と挑戦だったと思うぞ。しかも連載時期の91年から92年は黄金期真っただ中よ。そんな群雄割拠の時代に連載した本作のストーリーを見ていこう。硬派を目指す高校生、奇想天外、彼が本作の主人公だ。ヒゲに角刈りにサングラスというコワモテの風貌に加え、腕っぷしも強く、向かうところ敵なしの番長感を漂わせている彼だが、とある悩みを抱えている。それは、ひたすらにモテることだ。ん？モテる？何かの聞き間違いかしら？しっかり聞こえてるぞ。この風貌で硬派を自称するも、異常にモテる。これは異性を引きつけるフェロモンが多様に分泌される得意体質によるものなんだ。そんなわけで学校に行けば即座に女子生徒に囲まれてしまう。なんやその羨ましすぎる悩み。しかし天才は硬派を目指す男、女子にチヤホヤされるのは困るわけだ。病院に行ってみてもらうも、現代医学ではどうしようもないらしい。あ、本人は真剣に悩んでたのね。あまりにも囲まれすぎて女性嫌いになってしまっているからな。そんな彼なんだが、硬派を目指すだけあって曲がったことが大嫌い。卑怯な手を使いモテようとする輩には鉄拳制裁を下すなど、熱い男でもある。本作はそんな天才くんが巻き起こす、否巻き込まれるドタバタギャグ漫画となっているぜ。失礼ながら見た目からは想像できない展開だったわ。そんなびっくり設定の本作、突っ込みどころが盛りだくさんだから、それぞれ見ていこう。まず一つ目は、ナロー系を先取った主人公の天才くんだ。冒頭からモテ倒すインパクトで登場の天才。原因はフェロモンの多量分泌、以上。まあギャグ漫画だからこれくらいの温度感でいいのかもしれないが、この風貌の天才くんがモテまくる状況を処理するまで、多少ばかりのタイムラグが発生したはずだ。私も聞き間違いかと思ったわよ。そんなモテチートを発動する天才くん。当然他の人からは羨ましがられたり、妬まれたりするわけだが、本人は意図せずこうなっている。この本人の努力や意図を必要とせず、周囲から驚かれる特別な力を手に入れる主人公という設定。これはまさにナロー系によく見られる展開そのものだ。また俺何かやっちゃいました？的な流れよね。まあ本人は自覚してるから無自覚チートではないが、それでも本人の意思とは関係なく周囲に影響を与えるほどの威力だからな。今でこそ多方面でメディア化されブーム化しているナロー作品なんだが、本作が連載されたのは91年。天才くんとモテ、つまり現実と意図しないチートというアンバランスな状況を処理する前に、というか処理しきれず、連載が終わってしまったと感じるんだ。今ならまた違った評価になるかもしれないわね。ナロー同様の小説つながりだと、映画化に漫画化もしたハンサムスーツがあるし、モテ無双のポテンシャル自体は高いはずだからな。さて続くツッコミどころは、復活するカマセイヌだ。ストーリー紹介で少し触れたが、卑怯な手段でモテようとして天才くんにお仕置きされた男。彼はボクシング部の伊岡という人物で、そのルックスから普通にモテている。確かに見た目は主人公とだいぶ違うわね。でも普通にモテてるなら卑怯な手段を使う必要なんてあるのかしら？まあパッと見とスポーツ部で爽やかイメージだが、性格に難がありまくるんだ。今まで付き合っていた彼女を他にもっと美人を見つけた、という理由だけで一方的に振ってしまう。最低な理由やな。さらにそのもっと美人と付き合うために、
無関係の生徒を悪者に仕立て上げ、ここぞという場面で自分が登場。このクズどもと自作自演の正義のヒーロー展開、無実の生徒たちを成敗。クズはお前じゃねえか。しかし真実を知った天外にお仕置きされ一件落着。これが1話の流れで、つまり岡は天外の男気と、ボクシング部にも勝つ強さを表現するかませ犬ポジションなわけだ。なのでそのままフェードアウトするかと思いきや、後ほどまた登場する。お役ごめんじゃなかったのね。しかも再登場が第10話、全16話だからすでに後半に差し掛かったあたりで。お前誰だっけ？となる読者は数知れず。でしょうね。彼が再登場したのはもちろん天外へのリベンジなわけだが、まさかの女装スタイルだ。ぐほう。性格に難があるとはいえどうしてそうなった？物理的には勝てないため、女装した自分に惚れさせた上で、ゴミのように捨てる計画みたいだ。考えがクズだけど、初見の印象から彼らしい作戦とも言えるわね。ちなみに天外はその体質で女性に囲まれ続けたため、極度の女性アレルギーになっており、異性に全く関心がない仕上がりになっている。こっちはこっちで問題あり。そんな二人のファーストインプレッション、見つめ合い、からの、からの、リバースだ。お前がダメージ負ってんじゃねえか。さすがは岡、失礼にも程があるものの、天外も負けてはいない。女装した不自然さに鳥肌と寒気を発症したことを、恋と勘違いするぞ。いや君の顔見てリバースしてたぞそいつ。作戦通り？にことが運び、公園で散歩にボートと初々しいデートをする二人。なんだか複雑な気分よ。しかしトラブルから正体がバレてしまい、急遽物理攻撃でのリベンジマッチが開始。俺は3ヶ月間、てめえの復讐だけを考えて生きてきたのだ。とバッチバチ展開かと思いきや。俺は3ヶ月間てめえのことだけを考えて、てめえのことで頭がいっぱいだった。てめえのために生きてるんだ。ん？なんか意味合いが変わってきてないかしら？どうやら女装がきっかけで天外のフェロモンが効いたらしく、リアルに惚れてしまうんだ。マジかよ。最初のかませ犬ポジションの彼が、まさかこんな形で復活するのはびっくりだし、同時に天外に負けず劣らずなインパクトを残していったのは確かだ。初恋？の相手が女装した昭和野郎という悲劇。続いてのツッコミどころは、ヒロインのはちゃめちゃ子だ。ヒロイン？マリサ、画像間違ってないかしら？いや、間違いなくちゃ子だぜ。さっきの一件で目覚めたということでよろしいか？違う違う、そうじゃないぞ。彼女は分け合って男として育てられたため、こういういでたちで一人称も俺なんだ。イオカに続きまた固有のが出てきたわね。ちなみに彼女の初登場は第6話とヒロイン紹介としてはだいぶ後の方で、その唐突な登場に読者から、デコ入れではと指摘されていたな。ヒロインみたいな主要キャラは序盤で登場させるのが多いものね。そんなチャコはつい最近まで男として生きてきたにもかかわらず、その必要がなくなった途端にお下げスタイルになる適応能力の高さを見せる。無理して男装してただけってことかしら？その割には自分の在籍する女子校に対して、もうあんな女くせえところに戻りたかねえよ。俺は男だー。と叫んでいるぞ。どっちなんだい？さらに有力者の父親の力で、女子なのに男子校に転入してくるという、名前通りのはちゃめちゃっぷりを披露してくれるぞ。そんな癖強キャラのチャコは男として育ったため、天外のフェロモンが効かず、なんなら不審人物扱いまでしてたんだが、彼の正義感あふれる言動や行動に徐々に惹かれていき、ツンデレのデレなしタイプに落ち着く。むしろそれぐらいの濃さが天外くんにはちょうどいいかもよ。余談だが、とある話でチャコが人質になってしまい、そこにユウさんを使うゲス野郎が登場するんだが、Google 検索にタイトルを入れると、ユウさんが候補に出てくる謎の知名度を誇っているぞ。人質にユウさん、なるほど、そういうことか。そんなツッコミどころかつ見どころが散りばめられた本作、読者からは、バトルものが多いジャンプの中で箸休め的な作品。と、他とは違ったテイストを評価する声もあったんだが、結果は短期打ち切り。しかしその後、岡野先生とタッグを組んで誕生するのが地獄先生ヌーベイだ。岡野先生もヌーベイの前作オートマキックレディが打ち切りだったし、同じ境遇の二人が組んだのね。そうだぜ、このことについて枕先生はゲスト出演したラジオ番組で、配信利用的な、とネタにして笑っていたぞ。うまいこと言うわね。でも実際にその二人が組んで大ヒット作が誕生するわけだから、バリバリ最強タッグなのは間違いなしよ。ちなみにヌーベイシリーズ以外にも二人が組んで連載した作品がある。釣りがテーマのツリッキーズピンタロウという漫画で、前作のヒットから、最強の黄金コンビ、
待望の新連載と編集部から期待されていたんだが、結果は打ち切り。ヒット作の自作のジンクスかしら。どこかで悪ノリ最強ナンバーワンなんてコメントも見かけたから、いつか紹介しようと思うぞ。さて、本作終了後、枕先生は原作担当としていろんな作品を手掛けている。変わり種だとこういった絵本なんかも先生の作品だ。硬派でフェロモンからのギャップ。他にも2007年と8年にテレビ放送されたゲゲゲの鬼太郎の一部脚本も担当しているぞ。あの妖怪もののレジェンド制作にも携わっていたのね。ちなみに2022年からは異世界大富豪勇者様、倒した敵が金塊になったので金の力で無双します、の原作を担当しているぞ。まさかリアルに異世界ものを執筆していたとは。天外くんは時を超える壮大な伏線だったのかしら。天外くんの華麗なる悩みを知ってる、気になったって人はぜひコメントしてくれると嬉しいぜ。印象に残った場面や好きな人物、ここがイマイチだったなどなど、何でも OK よ。最後までご視聴、ありがとうございました。